はい、じゃあ続きでどんどん撮っていきましょう。明日朝早から仕事、明日っつうか今日やな、仕事あるのに。もう一時回りましたよ。でもね、やっぱり会議昇降校面白くてね、やっちゃうわけですよ。5時半、午前5時半、キッカー警察署特務課。皆さん朝早いこって。おはようございます。昨日お疲れ様でした。さて、早速ですが、本題に参りましょう。昨日、日村さんの前に起きた様々な出来事をベースに情報採集を行いました。そして、ある一つの事実が発覚しました。一つ、新エスクの連続開始の謎。二つ、日村さんが出会った母親と女の子。三つ、キッカー自然域に及ぶ怪異の伝説。この全てはリンクします。ごちゃ。思っていることが大きくなってましてね。日村さん、月森というのをご存知ですか？知らんの。ああ、簡単に説明するからね。月森っていうのは生きた守護霊みたいなもん。普通の生きてて人を守ったりするけど、かといって霊でもない。要するに、不幸を被る平石みたいな人っていうこと。鬼門、霊道、なめらすじ。月森の力を持つ人間は、怪異の多発する地域にストレートなく住むのは捨てられる。来年しようなり、昔から国の極秘裏で行われている襟分けの一つです。えげつないよね。いくら時代が変わろうとも変わらぬ伝統というものがありまして、月森のもその一つでしょう。小鳥箱から始まった怪異の伝説、その影響で CS から前代未聞の規模で怪異の影響が濃くなった。そこで集められたのが月森です。そしてこの数日間の間に CS くんへ引っ越してきた者なしが相次ぎました。もうわかりでしょ。話はあるか。母親も月森として連れてこられたわけか。名前似てへんかった。その通りです。連続開始の真相は、月森本人が平井心としての役割を果たせず、怪異の力に敗れてしまったからなのです。このままでは何人犠牲になるかわからない。早急にお始末せねばなりません。それもそうだが、次の犠牲者は死んだ父親の月森の血を引くあの女の子かもしれない。行くの？あ、応援は？いつだったら連絡する。いや、いよいよ面白くなってきましたね。とりあえず豆たぬリアルの時間帯もここの時間帯も日をまたいでしまったわけですな。片付けてへんのかよ。多分中歩いてたらどないかなるやろうな。マンションかな、行き先は。その前にこっちの広場にも行ってみましょうかね。ええ加減誰か片付けろよ、ぬいぐるみ。まあいいか。やっぱここやね。
ここじゃなかったら何なの？どこなんだろうな。マンションの中には入れない。マンションの中には入れないだ。おお、進んだ。まったく。おい、おらんないかい。まあ、そりゃそうか。ということは、こ、いや、ここか。おや？うっほっ！なんだろう。なんかあれ、ホットトークのシルエットっぽかったけど。あの、ホットトークってね。あの、スクール2000のモンスターの素材を配布してたところなんですけれども、今、ホットトークって、もう更新してなかったと思うねんけどね。なんか、戦うことになりそうだな。あかねえね。あかねえね。あ、こっち行けるの？さあ、そろそろ到着した。こんなところに結婚なんてあったかしら。とりあえずたどればどこかへたどり着く。そうでたどればどこかへたどり着く。たどればどこかへたどり着く。こっちか。あはは。おう、こっちの方向に逃げたわね。はいはい。ということはこっちかしら。違うみたいね。お次はどこかしら。お次はどこかしら。いた。 Wait!また操作間違えたんですね。おお、まったく荒っぽいやっちゃうのね。次は、あ、ぬいぐるみと戦うか。あれは結界か、方法。さーて、ロマンを始めよう。GO!あれか。なるほど。この道筋しか動かねえのかな。おっと。
ない。攻略法がいまいちよくわかんない。ひたすら逃げ続けるか。どうすりゃいいんだこれは。おう、危ない。行動パターンを読むが楽勝か。おっと、よし、パターン読んだ。うわっ、マジかよ。パターン変わるんかい。あ、こっちやったな。またこっからだな。手間のかかるやっちゃう。よし、おいつ、これ確か移動するときしか動き判定がない、動き判定がないっぽい。移動するときにしか判定がないっぽい。次はお前か。やっぱり動くときにしか判定がないみたいね。安全地帯から打ちましょうか。やっぱりこの道筋に沿って動くみたいね。あれ？おしまい？ヤッフー。ああ、君か。若いおまわりさん。いえ、お気になさらず。
私もお久しぶりに童心に戻りました。はいはい、気持ち悪いお化けよね。パッ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 パーンと玉が飛ぶ、タッ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 ターンと破裂する、ユーンと飛んでく鉄人。はいはい、あ、そういうことか。覚えていないのか。遊園地に行くの？またこのシーンか。はい、なんだ、見える人か、ハルコは。あー、月盛りってやつか。そうか。おー、話やん。はい、チャプター2も終わりです。はい、ということで今回コード終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。いや、キリーね。